こんにちは、きななです。今日はね、チェルシーガーデンのジャムパックを使って作っていきたいなと思います。そしてこのキルターシートっていうね、このシート手に入ったので、これも使っていきたいんですけども、私自身まだ使い方がよく分かってません。四角つなぎを並べて作る前にやったと思うんですけども、簡単四角つなぎ、これにね使う、この下に引くシートみたいなのを探してたら、このキルターシート、アイロンで接着して、あと裏の紙がビリビリっと剥がせるみたいなことが書いてあったので、ちょっとこれで使っていきたいなと思います。チェルシーガーデンのチャームパック 12.6 センチの正方形をね、4等分にしたいなと思います。とりあえず布の重なりはちょっと避けときます。で、1種類ずつにして切っていきたいなと思います。だいたい5枚ずつ重ねて切りたいんですけども、一番上の生地だけを4等分に折って、カットするね、線を引いておきます。では30枚あるので、 5×5、 25枚並べていこうかなと思います。5センチの格子に引いたガイド線を頼りにして均等に並べていきます。はい、こんな感じでくっついてます。ではまずこの横の線折って、ここを 7mm の縫い代で縫います。はい、ここ縫えました。では次この線を折ります。この線を折って同じように縫っていきます。はい、こんな感じで1、2、3、4本縫えました。裏に返したらこうで、ここ輪っかになってるので、ここを切り離していきます。 1mm ぐらいの縫い代で切っていきます。では反対向きに、ここをこういう風にして折って、同じようにして縫っていきます。 1,2,3,4 本縫っていきます。はい、こんな感じであっという間に 5×5、 25枚の四角つなぎができてます。きっちりここも合ってるしね。で、同じようにね、ここを切っていきます。では剥離紙を剥がしていきます。はい、ボーダーをつけていきたいなと思います。縫い代入れて 24.5 センチ入ります。このグランジと
同じチェルシーガーデンのこの葉っぱ模様、これと大好きなこのペイズリーみたいな柄、これをこう3色ボーダーにしたらどうやろうと思って切ってみました。このグランジのフラミンゴが 3.5 センチ、そしてチェルシーガーデンのハートの葉っぱ模様、これが6センチ、ペイズリー用のものが12センチでカットしました。これをね、順番に繋いでいきたいなと思います。 1.5 センチの正方形の縫い線を描いてきました。でグランジの方も2センチの幅になるように縫い線を描いてきました。そしたらこの上下をつけてから左右をつけたいなと思います。ボーダーのここのサイズはきっちりとここ中心で測ります。なので次この生地をつけたいので27センチに成形します。はい、ではしっかりと縦横縫い線を描いて 4.5 センチ幅に描いてます。で上下につけていきます。ここ 4.5 センチにしてましたが4センチに変更します。その方が綺麗に収まるので。はい、こんな感じで完成です。このチェルシーガーデンね、ここはこういう濃い色が含まれてますが、このボーダーに使ったこの生地ね、これによって何とも言えない優しい雰囲気が出たかなと思います。どうしてもね、このペイズリー柄ボーダーに使いたくてやってみました。やっぱり思った通りの感じになりますね。なんとか調っていうのはちょっと言葉出てきませんが、ヨーロッパのね、建築にあるようなステンドグラスというのか彫刻というのか、そんな感じをね醸し出してるのかなと思います。これも御影石調で、チェルシーガーデン花柄もあります。花柄もいいかなと思ったんですが、こっちの柄の方がねこの雰囲気に合うかなと思います。でここにねグランジのフラミンゴという色、これを使いました。直接ねこれを持ってくると締まりがなくなるので、これをね1本細い2センチ幅で入れることによって締まりが出たかなと思います。ちょっと一番端のボーダー太いように見えますが、いつも私ねこういう風にして太く切って後で調整します。っていうのも大柄のものをちっちゃく切ったら出るところが少ないので、この大柄の良さが出ないから、10センチ以上使うようにねして、後から様子を見てこのぐらいでいいなと思ったら調整していきます。うん、こんな感じでもいいかなと思います。いい感じにね均等に模様が出てるので、大柄でも均等に出る場合とその部分でしか出ない場合があるのでね、使い方を変えてこういう風に使うのが好きです。これで50センチぐらいのタペストリーになります。10センチ全部使うと56センチのタペストリー、タペストリーではなくこれクッションカバーにもできるので、56センチのまま使って後ろにね生地を当てて、ちょっと45センチのヌードクッションを入れた大きめのクッションカバーにもなるかなと思います。こんなクッションカバーがね家にあったらすごい素敵ですよね。で私もう一つ作りたいのがこのチェルシーガーデン、これとこの素敵な花柄、この生地とこの生地とグランジ、黄緑のグランジもあるので、ここら辺にね黄緑がいっぱい混ざってるから、その黄緑を使ってドレスデンにしたら絶対素敵だと思うんですよね。もう頭の中では完成してるんですけども、次回に作ろうかなと思ってます。このクッションカバーとそのドレスデンのクッションカバー、2つお部屋にあったらすごくお部屋がねゴージャスになるんじゃないかなと思って想像してね、もうウキウキしてます。クッションカバーねいっぱいあるので、作るかどうかは別にして、そんな感じで頭の中でねすごく洋風な素敵なお部屋に住んでるのを想像してねウキウキします。もう実際住んでるのはねもう古い和風のお家なので、頭の中で想像して楽しんでます。まだまだたくさんねチャームパック残ってます。もういろんなものができるので、バッグでもできるし、これをつないでタペストリーにもできるしね、こんな感じでね大きなものになります。このパターンを何枚かつないでタペストリーにもなるし、このパターンとさっき言ったようにドレスデン
つなげて大きなタペストリーとかベッドカバーにもなるかなと思います。こんな感じでご活用いただければなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。